松の台湾大口食べ歩き。今回松は台湾南部シャオリョウ町に来ています。天候だけは本当に自分の力で左右できるもんじゃないというところあるね。だこう街歩いてると水はけがあんまりいい感じがしないんで靴がね濡れる、で靴が、結構びちょびちょになって靴下まで濡れて、まあこれ放置しとくとね水虫とかになるんだけど、なんであれなあの水虫なんであの水虫ってシャンカンチャオっていうねよく CM とかで見るけど香港で出てくるから、あなんだだろう水虫をシャンカン、あら足はチャオだよねっていう理由よくわからないんだけど、あれが不思議でしょうがなかった。無駄話をした松が次にやってきたのは餃子が有名なこちら。松は餃子以外にもう一品スワンラーパオファンを注文。なんと丼のようになっているんですね。スワンラータンは何度も食べたことがありますがこちらは初めて。これがねスワンラーパオファン、いやスワンラータンで餃子が入ってるのかと思いきやこれご飯なんだよね。ちょっと雑炊とかこれかなり熱持ってると思うけど、あ、いい、うん、いいね。あのね、ピリ辛が入ってきてちょっと胡椒辛さもあって、いや、今までスワンラーはスワンラータンとかサンラー麺しかないんだけど、このご飯が案外いけるな。ご飯にかけても酸味が効いて絶妙なんです。お、何に例えればいいのかな、これはちょっと辛さが効いてきて、まあスワンラーのこのスワンの部分がまた特徴だと思うんだけど、日本にはあんまりこんなにスワンが効いたのはないと思うんだよね。これは案外でも食欲またそそるんだよね。さらにお次はこの店のツァオパイ、水餃子。水餃子こそ台湾のあちらこちらにあります。これがね餃子、結構店あるんだね。餃子系多いな、餃子ワンタン。いや、いいね。あのスープが肉とね、あの分離してないというかな、こうだいたいこう店であるのは肉と出汁ってのは分離した美味しさがあるんだけど、これはね肉の延長みたいな出汁の出方、スープの出方だから噛んだらこう肉の肉汁がいっぱい溢れてるみたいな感じはするんだね。餃子のスープの旨味、やみつきになります。なんだろう、この野菜からもなんかスープ出てるね。あのジューシーな感じあるね。跳一跳。釣り糸に針をつなげているようです。生活感あふれる光景。あ、シャウデギーな。こちらも思わず笑みがこぼれます。シャオリョウ町に変わったスイーツがあると聞いた松。インファシャ、ピンチーニ。なんと注文したのは桜エビのアイスクリーム。
ピンチーリンではなくピンパンのようです。これがね、桜エビアイスこういうのどうなんだろう、うなぎパイみたいなもんだよね。だから普通に食べるものと、あ、普通に食べるとか食事のおかずと甘いものをミックスさせるっていうね。わ、はじめ普通のこうミルクアイスクリームかなと思ったら、中に入ると確かに桜エビの、あの小さい桜エビの味がするけど、どうなのこれ。まあ自分としてはうん自分としてはうんうんっていう感じ。小さい桜エビの味が確かにします。いや、初めはいけるんだよ。でも桜エビがね、どうもこう甘いものの方向に行かないんだよね。なんか案外番組としてはこういうもの食べた時の方が、まあ面白みというかねはあるような気はするんだけど。松の大口食べ歩き、胃袋絶好調。今回も会長に飛ばしております。